い空と海、そして未知なる冒険。さあ、そろそろ見えてくる頃だね。随分と楽しそうだな。0の作業バリバリしてるからね。今日は工事に、プライマルズと同時に通訳もお願いしてます。日本の皆さんも、それから配信を見ている全世界の非課税の皆さん、よろしくお願いします。改めて皆さん、こんにちは、お久しぶりです。欧州ロンドン帰ってこれて本当に嬉しいです。北米に続いて開催となるファンフェスティバル2023-2024、今回は欧州ロンドンからお届けしてまいります。
前回は北米でしたが、今回ようやく欧州にも帰ってこれました。欧州のプレイヤーの皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。改めて、Q14 から数えて13年、そして新生14、今年でついに10周年となります。これまでの本当に本当にたくさんのサポートありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。新ファンフェスティバル、もう開幕基調講演からスタートしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。吉田さん、 What's with the Yeah, what is it? ああ、確かにね、トレーラーに出てましたね、これと同じ格好の光の戦士ね。そろそろコスプレは勘弁してほしいっていうふうにスタッフに言ったんですけど、まあ、どうしてもやれと。新情報から参りたいんですが、今スクリーンに映ってるこの新しい CG イラスト、パッケージデザインになる予定です。ぜひ覚えておいてください。では最初にですね、まあまだ絶賛開発中なのでお見せできるアクションそんなに多くはないんですが、イメージをつかんでいただくために動画をご用意してます。新ジョブ第1弾、名前をバイパーと言います。二刀流の近接メレー DPS です。バイパーはファイナルファンタジー40完全オリジナルジョブとなってます。世界中から多数いただいた二刀流、忍者とは違った二刀流の正統派剣士を実装してほしいというたくさんのフィードバックに応える形で今回実装が進んでいます。So it was designed to cater to those players around the world who have been asking for a new dual-wheel job that's different from Ninja. この黄金のレガシーに向けて完全新規で企画開発が進んできてます。アートにも CG にもありますが、今僕が装備しているこのデザインがジョブ専用装備となってます。ジョブの特徴を見ていくことにしましょう。ダダン。ロールは近接 DPS で、装備枠は忍者と同じデックス命令という区分になってます。二刀流武器というこの専用の武器を使うことになります。クリックしてね。対応クラスは存在していないので、最初からジョブの状態で使用可能です。条件、使う条件は黄金のレガシーの権利を所有していることと、いずれかのジョブレベルが80になっていることです。ジョブの取得場所、クエストの開始地はウルダハを予定してます。黄金のレガシースタートに際して条件さえ整っていればすぐに使用可能になりますので、バイパーでメインクエスト進めていただくのも良いかと思います。じゃあそのバトルイメージちょっと見ていきたいと思います。バイパーはこの特徴として二刀流武器を使用しますが、これを用いたこの二刀流の攻撃と、さらにこのブレードを合体させた合体剣という攻撃2つ、持ってます。そして特徴的なのがですね、常時ヘイストがかかっているジョブになるために攻撃頻度かなり高いジョブになります。今回、まあ、まだ開発中ということでアクションまだまだ少ないんですが、自己強化することで先ほどねオーラをまとってましたが、そういった強力な DPS を出せる状態という特殊なモードも用意されてます。1本スキルの間にアビリティを挟む頻度というのも非常に高いことを想定しているので、かなりスタイリッシュかつ操作頻度が高いジョブとして現在開発が進んでます。ご期待に添えるように開発を進めておりますので、どうぞこの新ジョブバイパーご期待ください。ありがとうございます。今のバトルのイメージの説明を踏まえて、もう一度先ほどの動画流してみたいと思います。
スプレイすごくてですね、武器ちゃんと合体するんです。Yeah, they did a really great job with the cosplay. あんまりやると飾りが取れそう。Yeah, you should hold off. It's gonna break. Don't break it.もちろんこの黄金のレガシーで実装されるジョブというのはこのバイパー一つだけではありません。すでに遠隔魔法 DPS キャスターであることは皆さんにお伝えしていますが、さてどんなジョブになるのか。すでに北米の基調講演でもヒントはもう出ておりますので、答え合わせはすみません、日本のファンフェスまでお待ちください。ではさらに、何、Are you gonna hold the sword the whole time? まあそうね。Yeah. じゃあちょっと武器スタンド出してもらっていいかしら。Okay. Can we bring the stands out for the swords? Maybe? Stand. It's okay. Okay. And now for your real weapon, the clicker. Okay.You ready? Item level up. 続いて基調講演進めてまいりたいと思います。新たな拡張パッケージ黄金のレガシーについて北米でもご紹介しましたが、ストーリー改めて簡単に振り返っておこうと思います。今回皆さん光の戦士にお届けするのは、僕たちからの最高の夏休みがテーマになっております。新たなる冒険、そのバカンスの目的地は西方のトラル大陸と呼ばれている地域になります。すでにパッチ 6.5 のメインストーリーパート1にてその片鱗出ておりますが、本格的にストーリーがこの 7.0 につながっていくのはパッチ 6.5 メインクエストパート2の方からになりますので、ぜひご注目ください。光の戦士の皆さんが依頼されるのはトラル大陸におけるある王国の王位継承レースへの助力になります。おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいしていきますが、今回そこで繰り広げられるのは暁の決命を二分する王位継承レースです。まあ北米でも聞いたんですけど、ちょっとヨーロッパでも聞いてみましょうか。どの暁のメンバーと一緒にレースに参加したいですか？When you're done the contest, who from the Scions? Alize? 一番最初にアリゼっていう声があります。Yeah. I heard Ali. いや、これだけでもたくさんの方にね、いろんなキャラクター愛していただいてるのは本当に嬉しいです。この 7.0 拡張の全体のテーマとしては、Final Fantasy XIV 新たな冒険の幕開けというテーマを抱えてます。もちろんストーリーもこれまでの拡張パッケージ同様 RPG 丸1本分の体験しっかりお届けしていこうと思います。そのきっかけとなる王位継承レースとは何なのか、トラル大陸にはどんなエリアや冒険が待ち構えているのか、エメトセルクも言っていた黄金鏡というキーワードは一体何なのか、もちろんこれまで同様に皆さんに驚いていただく仕掛けというのもご用意していますので、ぜひそのストーリーお見逃しのないようよろしくお願いします。まあ僕らもここからね、6.0 でストーリー1回ハイデリンゾディアク編完結して、この物語がどう皆さんと一緒に転がっていくのかめちゃくちゃ楽しみにしてますので、ぜひ引き続き皆さんと一緒にファイナルファンタジー14作っていきたいと思います。ここから新たな冒険の舞台となるトラル大陸に関して、北米のファンフェスに情報をさらに付け加えてお届けしていきたいと思います。これまでの冒険の舞台は三大州と呼ばれる地域でした。今回はドーントレールの冒険により活動地域が西側、海を越えた西方へ広がっていきます。ですので今回の拡張だけではなく、今後皆さんの冒険の舞台は惑星ハイデリン全体へと及んでいくことになります。前回の北米のファンフェスでもお伝えしたプレイヤータウントライオラというところに関して追加の情報をお伝えしていきたいと思います。これまでのプレイヤータウンよりもかなり多民族、多くの民族入り乱れた、街特徴になってます。これまではスクリーンショットとアートワークでご紹介したんですが、開発が進み動画の準備ができましたので動画でご覧いただこうと思います。
レクターである素研からコメントを預かってたんでした。今の動画の曲まだまだモックアップなのでサンプルだと思ってくださいと伝えてほしいと言われてます。なのでもっとすごくなるから期待しててくださいとのことです。トライオラー、これまでのプレイヤータウンと異なり多数の民族文化が溶け合っているというお話先ほどしました。トレーラーで主人公と剣を交えていた2つの頭を持つマムジャの王グルールジャジャによって統治された国です。このトライオラー、オールドシャーレアンとカイロで国交があります。今回ご覧いただいた動画ウォークスルーですが、まだまだ NPC の配置が行われていませんが、非常に多くの密度あるオブジェクト、グラフィックスアップデートの効果ご覧いただけたんじゃないかなと思います。続いてフィールド行ってみましょう。トラル大陸のフィールド、まずは前回ご紹介したオルコパチャとヤクテル樹海についてです。こちらも開発が進んでまいりましたので、今回は動画でクスルーご覧いただこうと思います。これまで以上に環境設定、自然環境にかなり注力した自然なエリアというのをご覧いただけたかと思います。まあ、動画だけだとね、どうしても分かりにくいところはありますが、皆さん歩いていただければ、そのグラフィックスアップデートによる密度の高さ、クオリティの高さ感じていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。では続いて、ここまでは北米でもお話した情報なので、さらなる新エリアをアートとスクリーンショットで見ていきたいと思います。こちらコザマルカという首都であるトライオラの南に広がっている密林地帯です。ドントレーラーのトレーラーの中にも、あの特徴的な巨大な岩登場していたと思います。岩のある上部とそれから下部、2つのエリアに分かれているのがこのエリアの特徴となっています。特にあの上層と下層の間にある巨大な滝、大瀑布も大きな特徴になっています。ここに住まう部族も多種多様、新たな出会いが皆さんを待ち構えています。こちらコザマルカ開発中のスクリーンショットをご覧いただこうと思います。今回ご紹介するスクリーンショットはいずれも下層からの風景になってます。今までではちょっと作れなかったような景色、環境、よく見えてるんじゃないかなと思います。今回特にですね、空気感とかそれから光の表現というものに非常にこだわって開発を進めてます。昼間の様子ですね、大瀑布から流れ落ちた水がいくつもの川となり、支流にこうやって注ぎ込んできていると。右に見えるのが集落ですね。そして中央にも、中央の木にもよく見ると上の方に建造物があったりするのが分かると思います。そしてこちら最後はやや引いた状態の円形ですね。まあ見たところあまり危険な雰囲気というのは感じられないと思うんですが、果たしてどういった物語になるのか、いろいろ想像していただけると嬉しいです。さてちょっと続いてももう1エリア紹介していきましょう。はい、まずはアートでご覧いただきます。Wait. What? In-game? Secret? Oh, it's a mistake.
先ほどまでご紹介してきたところと随分雰囲気が変わり、荒野のような雰囲気だと思います。あそこにある巨大なシークレットの文字、もちろんあのマップオブジェクトではないです。あのエリアにですね、ものすごく重要なものがあるんですけど、あまりにもスポイラーが激しすぎるので、シークレットって書いといてくれってお願いをしたので、ああなってます。なのでこの、まあ、気象公園などでお見せしてしまうと、まあ、皆さんの楽しみをね大きく損なってしまう可能性があるので、ぜひですねプレイヤーの皆さんご自身で見ていただけたらなと思って、こういう対応させてもらってます。このエリアの名前、シャロニー荒野と言います。トラル大陸中央部に広がる荒野セーリン線が発見されたことによって、このエリア近代化が進んでいます。まあセーリン線ってちょっと日本語で言うとね、え何ってなると思うんですけど、あのセーリン水の湧き出る泉のことですね。さあこの大陸での冒険、だんだんなんか夏休みなのか本当にっていう感じにちょっとなってきたかなと思います。スクリーンショットもまだまだ開発中ですが、お見せしましょう。かなり広い荒野が広がってますね。このエリアはあれですね、バイクのマウントなんかが大変似合いそうですね。機械化、それから技術進歩というのが目覚ましく進んできており、さまざまな人や物との出会いが皆さんを待ち構えています。まあ、先ほどのねシークレットの部分がね一番このエリアの特徴なんで、お見せできなくて残念ではあるんですが、この後のまた情報でもちょっとずつあれこんな雰囲気なのかなみたいな情報出てくるので、この後の貴重公園もちょっと見てってください。もちろん荒野ばかりが広がっているわけではなく、このエリアこうした地域もあってですね、様々な文化の融合というのが行われてます。かなりのドラマ性高い物語用意していますので、ストーリー展開にぜひご注目ください。エリアの紹介これぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続き、もう一ユコブ族ちょっと紹介してみようかなと思います。まあこれはね皆さんちょっと見たことがあるだろうなと。こちら名前をモブリン族と言います。エオルゼア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが、基本的には同一部族ですね。ちょっと特徴をご紹介しましょう。まあ、先ほどご紹介したコサマルカに住む一つの部族です。三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでしたね。こちらは調達の達人ということで、大きく考え方が異なっているようです。彼らとの協調でですね、どんなものづくりが行われていくのか楽しみなところです。プレイヤーの皆さん、特にねクラフターとかギャザラーとか絡んでくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。エリアの追加情報をお届けしてまいりました。さらに黄金のレガシーの、まあ、コンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ、新情報を混ぜながら進めていきたいと思います。皆さんのおかげでついに皆さんのレベルが100に到達することになります。皆さんレベル最後どれぐらいまでいきたいですか？2000 ね、あんまりレベルの桁が上がりすぎてもね、もちろんクラフターやギャザラーの皆さんも全てレベルキャップ100にさせていただきます。では続いてバトルコンテンツに関してちょっと新情報も交えつつお伝えしていきたいと思います。